ドイツ工業規格は、ドイツ規格協会が制定した工業規格である DIN 規格の通称である。パソコンとキーボードやマウスの接続部分に採用されるコネクタ、カーオーディオやカーナビの外寸サイズなどが DIN に準拠している。最初の規格、DIN1 は MG0810 機関銃の軽量化型である MG08-15 の有定のデーパーピンである。当時 d i n は、 ドイツインダストリアノームの略と誤って伝えられることが多い。ドイツ企画協会の前身、ドイツ工業標準会委員会の時代には、実際にその企画を DI ノームとして公表していた。現在の DIN の企画は正しくは DIN ノームというが、今なお多くの人が誤って企画名称に DI ノームをつけている。ディンコネクタのレーステレオテープデッキとオーディオアンプ等、 接続するのにはピンケーブルが録音用と再生用それぞれ左チャンネルと右チャンネルに合計4本必要であるが過去にはそれらを一つに束ね先端を5つの接点としたディンケーブルが使用されたこれは音が良くないとされ次第に使われなくなったがミディケーブルに流用され2008年現在でも一般に使用されているンコネクタは IBM PS 2に,において、キーボード、マウスを接続するためのコネクタとして採用され、一時期はデファクトスタンダードになった。また、日本において、古くから知られる銀規格として、写真フィルムの感度がある。アメリカの規格である ASA 規格と並存していたが、現在では ASA 規格とともに ISO 感度規格に統一され、例として一般に感度400と言われる場合の、 ISO 表記は ISO400-27 度と表記される。スラッシュ以降の度数で表示される数値が DIN 規格と同一数値である。1DIN サイズのカーオーディオソニー MXBT2500 自動車のダッシュボードに設置するカーラジオの外寸のサイズ規格として始まったもので、操作パネルの部分が幅 180mm 高さ 50mm のシングル d ンとして定められている。 あとに DIN75490 として企画化され、1984年に国際標準企画 ISO7736 として採用された。ありがとうございます。